令和、新しい時代。日本では2019年5月1日から元号が平成から令和に変わりました。この日の直前はカウントダウンをしたり花火を打ち上げたり国民はとても喜びました。令和とは 人々が美しく寄り添って生きていくという意味だそうです。日本の国書である万葉集から引用されました。私はなかなか美しい名前だと思います。元号は古くは中国で使われ始めたもので、日本はそれに習いました。日本で元号が始まったのは645年の大化からです。 その後、長い歴史の中で200以上もの言語が使われました。明治元年1868年に一世一元と定められました。一世一元とは、天皇一人に対し言語をもう一つということです。それ以前は決まりがなく、 天変地異などですぐに変えられてしまったものもあります。現在の言語は1979年昭和54年に制定された言語法によって決め方などきちんと決まっています。それによると、言語は行為の継承があった場合に限り改められるとあります。今年の5月1日に 上皇昭人が退位し、成人、金城天皇が第126代天皇に即位されたので、それに伴って平成から令和に改元されたのです。これは大化から数えて248番目の言語です。さて、言語を使っている国は世界中で日本だけです。言語は、 日本では重要で、車の運転免許証や役所に提出する書類などは、ほとんど言語を使って日付を書くようになっています。西暦だけを使っていれば簡単で便利ではあるのですが、日本独特の言語、あなたも自分の誕生日などを調べてみてはいかがでしょう。 日本では2019年5月1日から元号が平成から令和に変わりました。この日の直前はカウントダウンをしたり花火を打ち上げたり国民はとても喜びました。 令和とは人々が美しく寄り添って生きていくという意味だそうです。日本の国書である万葉集から引用されました。私はなかなか美しい名前だと思います。言語は 古くは中国で使われ始めたもので、日本はそれに習いました。日本で言語が始まったのは645年の大化からです。その後、長い歴史の中で、 200以上もの言語が使われました。明治元年1868年に一世一元と定められました。一世一元とは天皇一人に対し 言語も一つということです。それ以前は決まりがなく、天変地異などですぐに変えられてしまったものもあります。現在の言語は、1979年昭和 54年に制定された言語法によって決め方などきちんと決まっています。それによると、言語は行為の継承があった場合に限り改められるとあります。 今年の5月1日に、上皇昭人が退位し、成人近朝天皇が第126代天皇に即位されたので、それに伴って、平成から令和に改元されたのです。 これは大化から数えて248番目の言語です。さて、言語を使っている国は世界中で日本だけです。言語は日本では重要で、 車の運転免許証や役所に提出する書類などはほとんど言語を使って日付を書くようになっています。西暦だけを使っていれば簡単で便利ではあるのですが、 日本独特の言語、あなたも自分の誕生日などを調べてみてはいかがでしょう。Check out our digital bundles of ebooks and materials for learners of Japanese. Free lifetime updates, instant downloads, and a 100% money back guarantee. Check them out today. チャンネル登録してね。